4コーナーを迎えます。前は8番メイケイエールが先頭に変わって2馬身リード、残り 600m、 2番手6番ストゥーティー、第4コーナーをカーブ、これから直線コースへ、あとは外からは11番ジネストラ、そして12番ヨカヨカです。間からは4番ソダシも接近、直線の攻防、今度は先頭ストゥーティーに変わった2馬身リード、追って4番ソダシが2番手、あとは外からは5番赤い鳥の娘、内から2番ファインルージュ、その後方10番アールドビーブル、その後方18番サタノレイナスが追い込んでくるが、200を切って先頭ソダシが先頭、ソダシが先頭、ファインルージュが追っている、5番赤い鳥の娘、外からはサタノレイナスが接近、4番手から3番手、2番手に接近するが、4番のソダシだ、ソダシゴール、外18番サタノレイナスはわずかに及ばず、4番のソダシです。汚れなき純白の女王誕生、やりました4番のソダシ。8番ダノンザキッドがじわりじわりと動いていきました。さらには浅間のいたずら、直後馬群の中が7番のエフフォーリアです。あとはその後ろアドマイヤハダル、15番グラティアスは外、4コーナーカーブ直線コースに向かってきました。先頭13番タイトルホルダー、その内から7番のエフフォーリア、内から抜けるエフフォーリア、一気に先頭に変わってリードを広げる、200を切りました。3番手外へ持ち出してアドマイヤハダル、内からはステラベローチェ、追い込んでくる4ホーレイクグラティアス、先頭抜けた抜けた、エフフォーリア先頭3馬身リード、2着争い接戦、7番エフフォーリア、横山武史コールイン、7番エフフォーリア4戦4勝、今年も無敗の皐月賞馬が生まれました。デビュー5年目横山武史騎手、プレッシャーに打ち勝って G1 初勝利です。残り 600m、 一気に上がっていった8番グレナディアが先頭に変わるか、第4コーナーをカーブ直線に向いています。前はフィクシーナイト半馬身リード、4アマゾンを追っている、外からグレイングリーン、そして一気に外からグレナディアガーズ、残り 400m 坂を上がって、今度はグレナディアガーズ先頭に変わるか、その外に10番ソングラインが接近する、一気に潜り込んで7番のタイムトゥーヘブンです。その後ろにシュネルマイスター、今度は10番ソングラインが先頭に変わって200を切った、食い下がっているグレナディアガーズ、外は15番のシュネルマイスター、3番手から2番手を伺っている、10番ソングライン先頭、追ってシュネルマイスター2番手、10番ソングラインシュネルマイスター、ソングラインシュネルマイスター、並んだ並んでゴール、3着は接戦、最後は変わったか、15番シュネルマイスター、内は10番のソングライン、早め先頭で押し切ったか、最後はわずかに15番のシュネルマイスター捉えていたでしょうか。固まって4コーナーのカーブへ、外からニーナドレス、スライディーが動いていきました。後位馬群内目にそらし、最内から1番クプナ、4コーナーをカーブして直線コースに向かいます。逃げますクールキャット、リードを1馬身から2馬身、残り400坂を登っていきます。外に持ち出して1番のクークナが追い上げてくる、そしてソダシ、外から追い上げてくるスライリー、ユーバーレーベン、外からアールドビーブル、8番ハギノピンナ、藤掛隆子、差し足を伸ばしてきて本戦になった、残り200を切って、先頭9番ユーバーレーベン、内からソダシ、赤い鳥の娘アールドビーブル、外から8番のハギノピンナ、藤掛隆子が追い込んでくる、先頭9番のユーバーレーベン1馬身リード、先頭はユーバーレーベンだ、ユーバーレーベンゴールイン、2番手内外離れて接戦、割れんばかりの拍手です。東京競馬場、9番ユーバーレーベン、ミルコレムーロ騎手、待望の2勝目がこの優秀牝馬オークスとなりました。エフフォーリアは少しポジションが下がったか、中段のインコース先頭まで5馬身の内を通っています。4コーナーカーブ直線コースに向かいました。バスガットレオンが先頭、外からは16番サトノレイナスが離れた外から先頭をうかがう、内から2投目は7番のグラティアス、残り400坂を登ってくる、内から3投目はタイトルホルダー、そしてやってきた1番のエフフォーリア、馬場の真ん中突き抜けるか、外はサトノレイナス、エフフォーリアが先頭に変わって200を切ります。3番手はグレートマジシャン、さらにはシャフリアールが伸びてくる、先頭1番のエフフォーリア、内から10番シャフリアール、内から10番シャフリアール、さあエフフォーリア、シャフリアール、エフフォーリア、シャフリアール、並んでゴールイン、どっちだ、1番エフフォーリアか10番シャフリアールか、首の上げ下げです。さあどうでしょうか、10番シャフリアール、わずかにその花が出ているか。